こんにちは、ワンダーシェアクリエイターの長谷川です。フィモーラ最新バージョンでスナップショット出力できるファイル形式を PNG と JPEG から選択できるようになりました。 JPEG 出力は特に YouTube のサムネイル作成など画像のサイズ制限がある場合に役立ちます。今回の動画では前半で PNG と JPEG の違いを解説、後半で YouTube のチャンネルアート、Twitter のヘッダー画像を作成する実践的なテクニックをご紹介します。 PNG、JPEG について分かっている方は後半までスキップしてくださいね。無料のフレームガイド画像も配布しますので、動画を最後までチェックして便利に使ってみてくださいね。まだ Fimora をお持ちでない方は概要欄の URL から無料でダウンロードして体験してみてください。スナップショットで JPEG 出力。 Fimora ではプレビュー画面のすぐ下にあるスナップショットボタンをクリックするだけで、再生ヘッドがある部分を動画から画像に書き出すことができます。書き出せる画像のファイル形式は今までは PNG だけでしたが、新しくスナップショット形式を選択して JPEG 画像を書き出せるようになりました。出力した画像を右クリックしてエクスプローラーに表示してみると JPEG になっているのがわかります。選択を記憶するにチェックすると、このウィンドウが表示されなくなって何枚もスナップショットを撮りたいときにスムーズになりますが、ファイルメニューの設定・編集のページでいつでも変更することができるので、必要に応じて使い分けてみてください。 JPEG と PNG の違いでは、JPEG と PNG を切り替えられるようになったけどどう使い分ければいいの？という方に JPEG と PNG の違いと特徴を解説します。しばらく JPEG と PNG の説明になりますので、すでに知っている方は実践パートまでスキップしても大丈夫です。 YouTube のサムネイルなど Web 用に使われる画像はファイルサイズの制限が設けられている場合があります。 Fimora のスクリーンショット機能で従来は PNG しか出力することができなかったので、特に実写素材など色の数が多い素材を使用するとサイズオーバーでサムネイルとして使えないことがありました。しかし新たに出力できるようになった JPEG は画像の内容に関係なくファイルサイズを抑えることができるので、サムネイルのようなサイズ制限がある場合に向いています。出力形式を JPEG に切り替えるだけでファイルサイズ問題はほぼ解決しますので、お試しください。ここからは実際に Fimora のスナップショット機能で出力して比較してみましょう。検証、 JPEG と PNG を比較してみよう。一つの動画から同じ部分を JPEG と PNG で出力して比較してみましょう。こちらが PNG、こちらが JPEG です。ファイルサイズを比較してみましょう。この画像の場合、PNG は 1.49MB で、JPEG は 114KB なので、JPEG の方が圧倒的に軽いのがわかります。見た目の違いはそのままではほぼわかりませんが、拡大してみると JPEG の方がグラデーションが荒くなって劣化しているのがわかります。特に実写ではない単色で構成されたイラストなどは、JPEG で出力すると、境界線が滲んでしまいます。ですがかなり拡大しないとほとんどわからない際なので、小さく表示されることの多い YouTube のサムネイルは画質よりもファイルサイズを優先して JPEG で出力するのがおすすめです。このチャンネルではサムネ作成の実践的なテクニックも紹介しているので、こちらの参考動画をチェックしてみてくださいね。またフィルムストックにはサムネイル作成に使えるテンプレートをたくさん収録したエフェクトパックもあるので、こちらも合わせてチェックしてみてください。 PNG を使いこなそう。それでは JPEG の方が軽くて画質もそんなに変わらないなら、 PNG のメリットは何でしょうか。 PNG の最大の武器は透過アルファチャンネルです。 Fimora のタイムラインに文字やエレメントを配置して、下のトラックに何も配置せずにスナップショットすると、 PNG の場合は透明な背景のまま出力することができます。 Fimora の豊富な素材を透過背景のまま画像として扱えるので、アイコン作成、カスタムマスクなど動画編集の素材として非常に役に立つ特徴ですよね。 PNG 画像は
メディア内で右クリックしてプロパティを開くと、JPEG にはないアルファチャンネルという項目が表示されます。ストレートアルファはそのままの透明度で、半透明部分、シャドウや発光などの部分は黒っぽくなります。合成アルファは合成に適していて、半透明部分も綺麗に見えます。アルファを無視するにすると透明度は失われて、透明だった部分は黒くなります。動画の素材として使うときは、半透明部分も綺麗に見える合成アルファが良さそうですね。またテキストやエレメントだけでなく、 AI ポートレートで切り抜いた人物やマスクで一部を切り抜いた画像も透明状態を維持したまま画像化できます。 Ping の特徴が分かったので、ここからは実際にヘッダー画像を作成してみましょう。 YouTube、Twitter のヘッダーを作成してみよう。今回は YouTube のチャンネルアート、サムネイル、Twitter のヘッダーの作成に役立つガイド画像を用意しました。概要欄からダウンロードできるのでご利用ください。 YouTube のチャンネルアートを作成してみましょう。ダウンロードした画像はフィモーラにインポートして、タイムラインにドラッグ&ドロップします。画像やテキストはガイド画像の下のトラックに配置していくので、いくつか上のトラックに移動してロックしておきます。次にファイルメニューからプロジェクト設定を開いて、作りたい画像に合わせて解像度を変更します。それぞれのガイド画像の左上にあるピクセル数にすれば OK。 今から作成する YouTube のヘッダーは PC やスマホなどデバイスごとに見える範囲が違います。文字や人物などの重要な情報は、一番小さいスマホサイズ 1546×423 の範囲に収まるようにガイド線を参考にしながら配置していきます。サムネやヘッダーは動画としてエクスポートしないので、ダイヤマークがついているフィルムストックの有料プランのエフェクトや有料の機能もお使いいただけます。タイトルテンプレートの中から全画面にイラストがあしらわれているテンプレートを利用して作成していきます。今回はシーズナルのグループから夏らしい雰囲気の夏の日オープナー01を選びました。タイムラインに追加して背景として使う部分を探します。ここがいいなと思ったところに M キーでマーカーをつけておきます。ここが最終的にスナップショットを撮るときに再生ヘッドを合わせる箇所になります。マーカー箇所はまだ文字が表示される前のタイミングなので、コード編集を開いて文字の長さを編集します。後半にあるテキストクリップを前半まで伸ばしておきましょう。そのままテキストをチャンネル名などの情報に打ち替えましょう。文字を増やしたい場合は、一度選択した後に文字を追加するとフォントや配色がそのまま反映されます。文字のレイアウトは一旦 OK をクリックして、ガイド画像を見ながらスマホサイズの枠に収まるようにします。次に文字の隣に人物の画像を追加してみましょう。動画でも画像でも大丈夫ですので、使いたい素材をタイムラインにドラッグ&ドロップして、エフェクト AI ポートレートのセグメンテーションを直接クリップに追加します。背景が透過されたので、この状態でピングでスナップショットを撮っておくと使いやすい画像素材になります。メディアに表示された画像を右クリックして、プロパティから合成アルファに切り替えましょう。背景に載せてみて色味が合わない場合は、クリップをダブルクリックして色の編集項目からホワイトバランスやトーンを調整してみるといいですよ。人物と文字の配置をスマホサイズに収まるように調整したら、全体にエフェクト、フィルター、コモンにあるカートゥーンを追加してヴィンテージっぽい雰囲気にしてみました。顔のグラデーションが気になる場合はトーンを微調整すると綺麗な印象にできますね。最後に忘れずガイド画像を非表示にして JPEG でスナップショットを撮ったら完成。実際に YouTube のヘッダーに設定して PC やスマホで見え方の違いを確認してみましょう。完成したチャンネルアート画像をもとに Twitter サイズにリサイズすることもできます。Twitter のヘッダー用のガイド画像を上のトラックに追加して、プロジェクト設定を 1500×500 に変えて、ガイド線を見ながらレイアウト調整をしていきましょう。最後に忘れず、ガイド画像を非表示にして JPEG でスナップショットを撮ったら
YouTube と同じデザインの Twitter 用ヘッダー画像が完成。全画面のタイトルテンプレートは他にもたくさんの種類が用意されているので、お好みのデザインを探してみてくださいね。スナップショットならどれでも無料でご利用いただけます。フィモーラを使っていい感じのサムネやヘッダーができたら、コメントに YouTube や Twitter のリンクを共有してくださいね。フィモーラチャンネルではフィモーラユーザーの皆さんからの質問を募集しています。動画のテーマに選ばれた方にはちょっといいものを進呈します。お気軽に YouTube のコメント欄や公式 SNS でご質問ください。忘れずにチャンネル登録、通知をオンにしてお待ちください。それでは次回もお楽しみに。